ドデカネス諸島戦役は1943年9月8日から11月22日にかけてエーゲ海東部のイタリア領ドデカネス諸島をめぐって行われた一連の戦闘である。イタリア降伏後の1943年9月、イギリス軍を中心とした連合軍はドデカネス諸島を攻略しドイツ占領下のバルカン半島に対する連合軍の 反抗拠点として使用しようとしたために開始された。しかし、この連合軍の作戦は失敗に終わったため、ドデカネス諸島全島は2ヶ月以内にドイツ軍の手に落ち、連合軍は人員や艦船に大きな被害を受けた。またこの戦いは戦争中最後の大きなドイツ軍の勝利であった。ギリシャにおけるドデカネス諸島の一ドデカネス諸島は、 英華海の南東部に浮かぶ島々で1912年の井戸戦争以降イタリア領となっていた。イタリア統治下で戦略的に重要な位置にあるこれらの島は地中海東部におけるイタリアの領土的野心の中心となった。諸島で最大の島、ロードス島は主要な陸軍及び航空部隊の基地となった。また、領港をもツレロス島は強固に要塞化された。 航空基地になり、ムッソリーニは地中海のコレヒドールと豪語した。1941年4月にギリシャが陥落し、さらに5月に入って連合国はクレタ島を失ったことで、ギリシャ本土と多くの島々はドイツ軍とイタリア軍の占領下に置かれた。最終的に1942年10月に数軸国が北アフリカでの戦いで敗北すると、 この地域に興味を持っていたウィンストン・チャーチルはドデカネス諸島に目を向けたため、イギリスはドデカネス諸島とクレタ島攻略作戦を考案した。これらの島を攻略することで、数軸国から地中海の優れた前線基地を奪うだけではなく、中立国トルコに対して参戦への圧力を与えるものでもあった。1943年1月14日のカサブランカ会談において、 最初の行動許可を得られ、1月27日にチャーチルは計画策定を命じた。アコレード作戦というコードネームが付けられた計画は、3個、不評師団、1個装甲旅団と、その支援部隊によるロードスト及およびカルパトス島への直接攻撃であった。強固に防備され、強力なドイツ軍のいるロードストへの上陸は取りやめになった。計画者が直面した大きな問題は、 航空戦力の不足により、ドイツ空軍への対抗が困難である、ということであった。さらに、シチリア島への上陸作戦が迫っていたことで、実行はより難しくなった。アメリカはこの作戦に回帰的であり、この作戦がイギリスの戦後の利益を目的としたものだとみなしており、また、イタリアへの侵攻にとっても不必要な用道であると考えていたため、アメリカは、 支援を拒否した。1943年8月、イタリア降伏の可能性が高まると、イギリスはアコレード作戦をスケールダウンした作戦の準備を開始した。英イ軍第8不評手団を中心とした部隊が集結を開始し、アメリカに P-38 による航空支援を要請した。しかしながら、ケベック会談でアメリカはイギリスの計画に同意せず、 作戦のため集結していた戦力は他の戦線に送られた。それは9月8日に起こるイタリア降伏のわずか1週間前のことであった。イタリアの降伏及び連合軍との休戦が知らされると、ドデカネス諸島中流イタリア軍兵士の大半は連合軍と共に戦うかイタリア本国へ戻ることを望んだ。しかし、主にギリシア本土に展開していたドイツ軍は、 イタリアの降伏を予期しており、多数の島々を占領するために、アレクサンダー・レア上級大将指揮下の E 軍集団の部隊を急行させた。ドデカネス諸島において、最も有力な部隊は、ウルリヒ・クレイ・マンチュー常指揮下の突撃師団、ロードスの7500名であった。同師団は1943年夏、ロードス島において編成されたが、同党は、 ドデカネス諸島の行政の中心であると同時に、3カ所の軍用飛行場を要しており、連合国とドイツどちらにとっても主要な軍事目標であった。9月8日、カステロリゾ島のイタリア軍守備隊は、イギリス軍の文献隊に降伏し、数日のうちに連合軍の艦艇によって増援が送り込まれた。翌9日、 ジェリ公共を長とするイギリスの施設団がイタリアの指揮官イニーゴ・カンピオーニに対して連合国側に加わるよう説得するために落下山でロードストーンに降下した。しかしドイツ軍は素早い行動によって先手を取った。同日イタリア側の決定を待たずにクレーマンは4万名からなるイタリア軍に対し攻撃を開始し11日までに降伏に追い込んだ。 この失敗にもかかわらず、イギリスは他の島、特にコストー、サモス島、レロス島の3島の攻略を進めた。それらの島々を拠点に、イギリスはイタリアの協力を得て、最終的にロードス島に対する効果的な攻撃が可能になると期待していたからである。9月10日から17日の間に、イギリス軍第234不評旅団特殊集停部隊、 長距離砂漠停心隊がイギリス海軍やギリシャ海軍支援の下海から攻撃を行い、また第11パラシュート大隊やギリシャ軍の特殊部隊である新生隊がイギリス空軍や南アフリカ空軍支援の下で空から攻撃を行った結果、コストーカリムノス島、サモス島、レロス島、シミ島、アスティパレア島を占領した。これに対して ドイツ軍もすぐに行動を開始し、9月19日までに、カルパトス島、カソス島及びイタリア占領下にあった、スポラデス諸島、キクラデス諸島の島々を占領した。9月23日には、クレタ島中流の第22不評師団師団長、フリードリッヒビルヘルムミューラ中将に対して、コス島とレロス島の占領が命令された。コストを爆撃に向かうドイツ空軍の88、 爆撃機コス島には、連合軍側唯一の飛行場があったため、ドイツ空軍は9月18日から、コス島に対する爆撃を始めた。同時に、航空機の増援も到着し始め、10月1日までに、この地域のドイツの作戦機は362機になった。コス島の連合軍兵力は、イギリス軍は約1500名、イタリア軍約3500名であった。 10月3日、ドイツ軍は島への上陸を成功させ、その日のうちに島の中心地郊外にまで達した。イギリス軍は夜のうちに撤退し、翌日降伏した。コストの疾患は連合軍にとって大きな打撃となり、連合軍は航空支援を失うことになった。9月11日、ヒトラーによって捕虜となったイタリア軍主管に対する処刑命令が、 発令されたため、コストを占領後の10月3日、ドイツ軍は、コストを駐留イタリア軍の指揮官、フェリー・チェレッジをはじめとした111名の指揮官を処刑した。レロス島の連合軍兵力は、イギリス軍約3000名、イタリア軍約8500名であった。9月26日からレロス島に対する長期間に、渡る爆撃の始まり、11月12日に、 海と空から同時に、ドイツ軍の進攻が開始された。ドイツ軍は速やかに島を二つに分断し、連合軍は11月16日に降伏した。ドイツ軍の死傷者は520名で、イギリス兵3200名と、イタリア兵5350名が捕虜となった。戦いの舞台は、多くの島が散在する場所であり、両軍とも増援や補給は、海上部隊に頼らざるを得ないため、 この戦いでの海軍の役割ははっきりしている。しかし、最初は両軍の海軍の存在は大きくなかった。連合軍の艦船の多くは地中海中央部でイタリアでの戦いの支援に当たっており、一方ドイツ海軍は英外海に大きな海軍兵力は有していなかった。しかし、ドイツは優勢な航空兵力を有していて連合軍の艦船に 多くの損害を与えた。英下海方面のドイツ軍司令官、ベルナーランゲ中将は、孤立したドイツ軍への増援や、連合軍に対する作戦を行うと同時に、イタリア軍捕虜のギリシャ本土への移送も行っていた。一方、連合軍の艦船はそれらの阻止しようとしていた。9月14日、連合軍艦船に最初の損失が生じた。ギリシャ海軍の潜水艦カトソニスが、 クセンテに体当たたりされ沈没した9月18日、イギリス海軍の駆逐艦エクリプス、フォークナーとギリシャ海軍の駆逐艦バシリスサオルガはアスティパレア島の近くでクセンテイユ J2104 と2隻の貨物船からなる船団を全滅させた。9月23日、ロードス島の南方海上でイギリス海軍の駆逐艦エクリプスが イタリア兵捕虜1576名を輸送中の船、ガエターノドニゼッティを撃沈し、護衛の水雷艇 TA10 を大破させた。1ヶ月後、イタリア軍捕虜を乗せた貨物先進フラが B-25 爆撃機やブリーストレボーファイターによる航空攻撃によって沈没した。この船には2389名のイタリア軍捕虜と71名のギリシャ軍捕虜及び、 ドイツ兵204名が乗っていたが、救助されたのは539名であった。ドイツ空軍も攻撃を行い、9月26日に25機の188爆撃機が、ギリシャ海軍のバシリス・サオルガとイギリスのイントレピットの2駆逐艦をレロスジマラッキワンで撃沈し、10月1日には、イタリア海軍の駆逐艦エウロを撃沈した。さらに10月9日には、 イギリス海軍の駆逐艦パンサーを沈め、防空巡洋艦カーライルに修理不能の損害を与えた。コストを疾患による航空支援の途絶後、連合国の海軍は、レロス島とサモス島への補給に重点を移し、その活動は主に夜間に行われた。10月22日から24日の間に、カリムノス島東方にあったドイツのキライハラで、イギリス海軍の駆逐艦、ハーワース、 エクリプスが沈没し、ギリシャ海軍の駆逐艦、アドリアスが艦首を失った。アドリアスはどうにか中立国のトルコへ逃れ、そこからエジプトのアレクサンドリアへと向かった。11月10日から11日の夜、イギリス海軍の駆逐艦ペタード、ロックウッドとポーランド海軍の駆逐艦クラコビアックがカリムノス島を砲撃し、イギリス海軍の駆逐艦フォルクナーはレロス島攻撃のため、 ドイツ軍が集結していたコス島を攻撃した。しかし、25隻の小艦艇に護衛されたドイツの船団は11月12日、無事にレロス島に到着した。続く夜、連合軍の駆逐艦はドイツ船を捜索したが、何も発見できず、レロス島のドイツ軍陣地を攻撃したに止まった。11月16日にレロス島が陥落すると、連合軍の艦艇は、 ドデカネス諸島海域から撤退した。この時までに、ドイツ軍は誘導爆弾 HS-293 を搭載する d 二2 1 7爆撃機の部隊を配備していて、11月11日にイギリスの駆逐艦ロックウッドを大破させ、その2日後には駆逐艦ダルバートン撃沈という戦果を挙げた。一連の戦闘で、連合軍は一隻の巡洋艦、六隻の駆逐艦、 二隻の潜水艦などを失った。レロス島の陥落後、サモス島や他の小さな島は放棄された。ドイツ軍はサモス島に対して187爆撃機による爆撃を行い、2500名のイタリア軍は11月22日に降伏した。ドイツ軍は11月18日にパトモス島、フル2島、イカリア島を占領し、ドデカネス諸島前島は、 ドイツ軍の占領下となった。その後、ドデカネス諸島は1945年5月8日の終戦までドイツ軍が保持した。このドデカネス諸島戦役は、マーケットガーデン作戦を除くと、第二次世界大戦におけるイギリス陸軍の最後の大きな敗北であり、また、ドイツ軍最後の勝利の一つである。ドイツの勝利は主に制空権を保持していたことにより、連合軍艦艇に、 大きな損害を与えられたため、ドイツ軍は効果的に部隊の補給、支援することが可能となったためである。ありがとうございます。